Gabi mga kabayan and welcome again to another episode dito sa KNC. Ayan po, malamig na ang simoy ng hangin dahil malapit na ang Pasko. At dahil dyan, magandang gabi rin sa'yo, Miss King. Magandang gabi din sa'yo, Kuya Regen. Magandang gabi po, mga kabayan. At ayan po, marami din po kami inihanda ulit para sa inyo dito sa KNC. Tulad ng ang Philippine Affairs Marketing Manager ng Kyodai Remittance na si Ate Renilda Loreno Shirahada. Ang haba na, no? Oo, ang haba ng pangalan talaga ni Tita, ano, Tita Nields, pero okay lang yun. And of course, guest din natin yung former PBB Unlimited Housemate 2011 na si Erica Arlante. Yes, and of course, meron din tayo mga guests na Japanese na hair and makeup artist na si Mr. Hisao and June. At ito, yung former AKB48 member na si Sayaka Akimoto. Ayan po. At lahat po yan ay matutunghayan ninyo dito lang sa amin. Kaya huwag kayong aalis at tumutok lang kayo dito lang sa KNC. Kabayan! Ating to!目指しているものはこう世界のトップレベルにこう自分らがなっていきたいっていう思いがあるので日々こう進んでいく進化していく時代に半歩でも先を行けるように日々こう研究と、勉強とトレーニングをしてクリエイティブの集団になるようにしていきたいなと思っています。
term makeup refers to a set of cosmetics that are applied to the face to develop or transform someone's appearance. This term can also be defined as the way, the manner in which somebody or something is composed. Magandang gabi po mga kabayan and welcome to KNC. Ngayong gabi po ay may special guest po tayo. These two guys are very successful on their professions as a hair and makeup artist. Let's all welcome Hisao Sang and Jun Sang. KNC ni yoko so. お願いします。 久しぶりですね。 2週間ぶりです。 2週間ぶりですね。 2人に、いっぱい聞きたいことあるので、はい、始めましょうか。はい、はい。何歳ぐらいに、ヘアとメイクアップアーティストとしてなろうと自分でなろうと思ったんですか？僕は16歳ぐらいの時、高校生ぐらいの。高校生。はい。さあ、じゅんさんは？僕も同じぐらい高校生ですね。2人はどうやって知り合ったんですか？2人は元々同じ高校で。 同級生って言ってます。でもその時はあんまり、クラスも違ったので、あんまり話しなかったんです。その後専門学校、美容の専門学校行った時に、同じ学校で。はいはい。え、なんでなろうと思ったんですか、このヘアとメイクアップアーティスト。じゅんさんから。僕は、そうですね。やっぱりヘアスタイリスト、 に憧れてる人がいて、で、その人みたいになりたいなと思ったのがきっかけです。久男さんの場合は？僕は自分がかっこよくなりたかった。ちょっといいですか？フィリピンではやっぱほとんどヘアメイクアップアーティストって言ったらちょっとオカマが多いじゃないですか。日本の場合はどうなんですか？やっぱそのいじめとかないんですか？やっぱ男のくせに化粧好きなんだとかだったら、そういうのないですか？高校生ぐらいの時にはそういう化粧してる男の子はちょっといじめられてましたけど。ああ、やっぱそうでした。それも乗り越えたってことなんですかね。自分ではメイクはしない。人のメイクとかを。あとはそういう知識をつけると自分が ちょっと格好良くなったりとかするかなと思って、それでやろうと思ったきっかけ。じゃあ化粧のメイクの魅力って言ったら何ですか、ジュンさん。ヘアスタイルとかと違って、いろんなピンクとか青とかっていろんな色があって、その日の気分ですごすぐチェンジできるっていうのが魅力かな。 毎日顔変えることができるから、それを人に仕上げることによって、その人の気分に合わせてメイクしてあげられるとか。やっぱ綺麗でしょうね。その後を見るのが、アフターが見るのがやっぱメイクアップアーティストとして楽しいとこですよね。やっぱヘアスタイリストとメイクアップアーティストとして一番自分で難しいなって大変なとこ、大変な時 は、どういうところなんですかね。僕はあんまり大変なことはほとんど体験はない。ジュンさんは？僕、仕事で大変だったことは、結構山奥に連れてかれて、車とか数台しかなくて。それで撮影が山の。そうです。海外の映画 撮ってもらった時に、本当に山奥に行って、旅館とかも一つぐらいしかなくて、その中に1週間ぐらいずっと過ごさなきゃダメで、買い出しとかもできないぐらいに。それはテレビとかはもうなかったの状態で。テレビはありました。電気はありましたけど、すごい山で何もないと思いました。でも何もないです。お風呂、温泉ぐらい。お疲れ様でした。<笑><笑> 今どこに働いてるんですか？今はヘアスタイリストとして、正社員として働いてるんですか？それともメイクアップアーティストとして働いてるんですか？それとも違う、全然別の仕事とかあるんですか？ジュンさん。今フリーランスでヘアメイクとしてやってまして、事務所とかはないので、
もう呼ばれて全国いろんなところに行ってます。はいはい、じゃあなんか連絡してれば予約取って。そうですね。はい。電話もらって。で、久保さん。僕もフリーランスでヘアメイクイベントとか、雑誌とか、はい、そういうののヘアメイクをしたりとか、あとはまあ美容室でスタイリストとしてカットしたりカラーしたり、はい、パーマしたりもしてますね。でそれはまあお店はいろんなところにあるお店と契約して、でお客さんが来たらそこのお店に行ってやるっていう感じで、うん、じゃあ仕事場はどんな感じですか？仕事場はまあ一回してもらうところそれぞれやっぱりその時によってちょっとこう違ったりとかするんで、まあすごく楽しい、自分の中ではすごく楽しいですね。やっぱいろんな体験していろんな経験になりますよね。やっぱ、うん、いっぱい知り合いも友達とかもできることになりますよね。そうですね。現在の仕事で一番じゃあ楽しい、自分で楽しいなっていうのはやっぱ何なんですか？楽しいのはやっぱりヘアメイクしてるのとかはすごい楽しいですね。モデルさんも毎回変わるし、一緒にやるフォトグラファーとかそういった方たちも変わるので、そういうのはすごくやってて面白いかなと思います。ジュンさんはやっぱそのアフターとか見て、うん、アフター見てもいいですし、やっぱこう一緒に何か一個の作品を作るとかっていう、こうお互い考えてやったりできることがいいですね。メイクアップアーティストとしてやっぱこだわるブランドとかはありますか？やっぱこのブランドじゃないとダメとか。このブランドじゃなきゃダメっていうのはなくて、まあね、高ければいいっていうものでもないし、安ければいいっていうものでもないので、まあその、まあ、モデルさんの肌質だったりとか、まあお客さんもそうだと思うんですけど、まあ、そういう人に合わせて、まあ、いろんなのが使えれば一番いいかなと思いますね。じゃあ特にブランド名前とかはないんですか？その化粧品のやっぱマックとか、うんうん、ナーズとかそういうのはやっぱ発色がね、はい、マックとかナーズいいですから。うん、やっぱそうですよね、うん、やっぱ私もマック使ってますね。あとあれ香りマック香りがいいですね、はい、マックは僕も結構使ってます。やっぱほとんどマックの方がいいですか？そうですね、マックは結構好きで使ってますね。日本のブランドとかは使っ、でも使い分けするかもしれない。そのやっぱ外国の化粧品ってその香り、匂いがいっぱいあるんで、はい、で結構国内のやつだと匂いが少ないから、あその匂いが嫌いな人とか、はいはい、とかでだとあんまり外国の いるんですか？化粧してもらう、やだこの匂いとか、ね、いるんですか、うん？結構気にするモデルさんだったりとかもいるんで、はい、まあ最初にこうちょっと話しながら伺って。どっち使おうかなっていうのはありますね。今までの仕事をやってきて一番自分のためになったアドバイスとかはありますか？アドバイス、なんかもらったアドバイスとか。ためになったアドバイス、こう仕事をしていく上でですか？そうです。なんだろうな、始まった時にやっぱこう先輩とかに言われて、で今になって、そうですね、これやってよかったなとかはあります？でもやっぱいいものを見ろっていうか本物を見ろっていうふうにこう言われてたので、それはもう何でも美術品とかでも絵画とかそういうのもそうだし、まあいろんなものの本物、偽物じゃなくて本物を一回見るっていうので、はい、それで結構いろんな美術館とか手長いとか行ったりとかもしてるんで、はいはい、自分が好きか嫌いかとかは関係なくて本物をとりあえず一回見るっていうので、それはでも結構頭に残ってますね。今になっても残ってますね。久保さんは特に何かありますか？もらったアドバイスで。その生き方とかなんかそのそういう部分に関しては、考え方とかに関しては、まあいろいろ教わったことはあるんですけど、こう、そうですね、メイクとかにそれがまあ生きてるかどうかは分からないんですけど、まあスタンスとして、やっぱりその、自分のやりたいことを仕事にして、
でやっていて、それでやっぱりこう喜んでくれる人たちがいて、うん、でやっぱりそういうものがあるん、なんだまあなんだまあ特にその言われた言葉みたいなのはないかもしれないですね。ただまあその生き方とか考え方とか物事の捉え方とかそういうのはやっぱりすごく教えてもらってよかったなと思いますね、うん、それがこうメイクとかヘアのその幅とか、はい、あとはまあ自分のそういうライフスタイル の, あの形のきっかけにもなったかなと思います。え、今メイクアップアーティストとして何年、ヘアとメイクはもう何年やってるんですか？これは、14年です。14年僕は12年か、うん、やっぱ化粧とかしてる時にこのアイディアっていつひらめくんですか？やっぱなんかどういう形しようとか、うん、部屋もどういう部屋にするとかいつにひらめくんですか？やっぱ言われてからやるだけみたいな感じなんですかね？なんか、まあ大体イメージとか例えばこう決まってた時はやっぱりそれにある程度沿わせた上で、あとはモデルさんの骨格だったりとか、はいはい、あとはストーリーですかね、そのなんかこう後ろバックにあるなんかあのそれどういうコンセプトでやってるとか、はいはい、あとはまあそうですね、やりながらあこここういうのいいんじゃないかなみたいなので思いついたりはします。やりながら思いつくっていうのが多い、うんうんうん、結構あらかじめ最初にこう自分で形をある程度こうイメージしててもやっぱりこうモデルさんのその雰囲気だったり骨格だったり、あと状況によって違ってきちゃったりとかするんで、うん、そういうのはこうもうそうですね、思いついてやることの方が多いです、うん、どういうのが似合うとかやっぱありますよね。そうですね、はい、練習はいつするんですか？やっぱあとお客さんがいない時にやっぱ普段とかでも練習はすると思うんですけど、いつとか どこでやってるんですか？ほとんど最近は家とかが多いですかね。誰にやるで、なんかマネキンとかを、マネキンとかビッグカツワとか買って、そうですね人形とかにちょっとこう、はい、落書きがてらにして。人形って化粧できるものですか？できるやつもあります。え、そういうの売ってるんですか？一応ありますね。なんか私のイメージではなんかマネキンでプラスチックじゃないですか、なんか色も塗らないっていう感じ、うんうん、なんかちょっとスポンジ、ゴムとスポンジみたいなのがあるんですよ、ふわふわ。はいはいはい、あそれでできるんだ、初めて知りました。で普通に水でやれば落ちる、うんですね、であとはまあ一緒にちょっと暇な時とかにフォトグラファーとかと集まって、はい、でモデルさんも呼んでもらってそこでも実際にこうやりながら写真撮って練習してとかはやってました、はいはい、じゃあ女性の話なんですけど、今の女性って、まあ、もうみんな働いてるじゃないですか、うん、昼間の仕事の化粧でそのまま夜出かける場合ってあるじゃないですか、うん、そういうなんか、化粧素早く簡単の方法の化粧ってありますか？この昼間の化粧から夜に出かける化粧はありますか？やっぱりあれですね、こう、まあ、昼間働いてるから化粧ってちょっと薄かったりとか色がなかったりするんで、まあ、アイシャドウとかちょっと強めの色使ってやったりとか、はい、あと、まあ、朝メイクして夕方までやると夕方崩れてるじゃないですか、はいはい、じゃあ濃くすればいいっていう意味ですか？うん、ちょっと濃くして、はい、あとやっぱりね、取れたファンデーションとかもあるんで、うん、こうなんだパウダリーのファンデーションとかがあればそれで、そうですね、汗とかも朝より、うん、ちょっとベタベタって感じしますもんね。濃いめに塗ってあげる感じにすればまたちょっと綺麗に戻ったりもするんで、うん、夜の女性みたいなイメージ、なんか全体的にちょっと濃くする感じ。はい、今年2013年の、まあ、冬じゃないですか、うん、もう流行ってるメイクって何ですか？うん、最近流行ってきてるのはあの涙袋。はい、ともみの、AKB48 ですよ、ここなんですよね、この、はいはい、こういうとこにちょっとハイライトを入れたりとか、ちょっと白いの塗ったりとかして、こう、そうするとこう、ぷくっとして、こう見えたりすると、こう、立体的に
なったりとか、女性はやっぱりこう丸みがある方が可愛かったりとかするので、まあ、そういうパーツパーツに落とし込んでもやっぱりこう、はい、唇はちょっとポテッとしたりとか、はいはい、そういうのは結構流行ってる。それって簡単にできるものなんですかね。簡単にもうすぐできます。ここに白いシャドウとかつけるみたいな感じなんですか。そうです。ちょっとあの黒目の下のところにちょっとだけこう塗るとか、はい、この下のアイライナーのところにこうちょっとつけてとか、でまあ、それでちょっと立体的に出づらい人はちょっとこうローライトとかでもう少しこう目の下、はいはい、その下を涙袋のラインみたいなの売ってるんですよね。ああよくなんかすごい目の前にいつも置いてるんですよ。どうやって使うのかなと、いい勉強になりましたね。あとあのキャットメイク、うんはいはい、もう流行ってる。流行ってます、うん、やっぱキャットだと何ですか、どういうイメージを出したいという時の化粧なんですか。でもまあ可愛い感じとかきつめの感じとかも今年は結構多いですね。そう、うん、去年からキャットラインとかはっていうのをこう継続してきてるんですけど、はいはい、今年はもうちょっと大胆にというか、大胆にちょっと幅が太かったりとか、はいはいはい、形ちょっと変わったりとかっていうのが多いんで、結構可愛い感じにも作ってる子もいるし、こうスッと伸ばして綺麗ながら、目が大きく見えるのもあるんですよね。でもそうです、ちょっと大きくは見えますね、うんうん、いつもよりは。え、最近の、小学校って、うん、小学校が入ってるか入ってないか以外の子が、うん、もう化粧とかしてるのを見かけるんですけど、うん、やっぱメイクアップアーティストとして化粧って何歳ぐらいから始めた方がいいと思いますか。早ければ早いに越したことはないんじゃないですかね。それだけ経験も積めるし、やっぱり好きこそものの上手なれっていう日本のことわざがあるんですけど、うん、やっぱり好きだったら好きでいっぱい知りたいからいっぱい勉強してやると思うんで、まあ早ければ早いほどいいと思いますね。でもうるさい親とかもいるじゃないですか、うん、だから親に怒られない程度で今時の化粧とかのあるんですかね、うん、まああるといえばありますね。でやっぱ薄いって薄い、うんやっぱね、こうナチュラルに見えるように作るのがまあ一番難しいんですけど、あんまり濃すぎず薄すぎずっていう微妙なところがありますけど、うん、ありますね。そうですよね。まあ、今も日本はもうみんな化粧してますもんね。そんな、そうですね。僕も普段高校生とかにメイク教えてあげたりしてるんですけど、はい、やっぱり親に怒られたくないとか、はあ、やっぱあります、ね、結構みんないるので、まあ、そういう子にこうちょっとずつこうした方がいいんじゃないとかっていうふうに教えてあげたりはしてるんで、やっぱ好きなメイクとしたらどういう系が好きですか。やっぱアニメ系とかありますじゃないですか。あとビジュアル系、うん、グラマー系、ナチュラル系、うん、やっぱ何が一番やりやすいっていうか、一番やりたいのはありますか。やりやすいのはでも派手な方がメイクとしては面白かったりとかはありますけど、一番難しいのは、まあ、ナチュラルが一番難しいんですけど、でもナチュラルが一番やっぱり綺麗に見えると思うんで、でもそのナチュラルが難しいんですよね、やっぱ。そうですね。でも自分の顔にやっぱそんな離れない化粧をしなきゃダメみたいな感じですからね、うん。え、じゃあヘアスタイルはどうなんですか。やっぱそういう一番簡単のはありますか。例えばくるくるとか三つ編みとか。そうですね、今三つ編みなんかやっぱり流行ってるし、みんなすぐ簡単にやってるんで、はい、まあ、あとはその例えば本当バランスをどこに持ってくるかっていうポイントがあるんで、それだけ覚えちゃえばもう結ぶ位置を例えば変えるだけでもいいし、でその結んだところをちょっとカールさせたりとか、うん、簡単にするだけで簡単にできるのはいっぱいありますよね。3分とかにできますか。3分あればできるんじゃないですか。女性が絶対必ず家出るときに絶対に忘れちゃダメ3つのアイテムがあるとしたら何々でしょうか。3つ悩みますね。悩みますね。やっぱリップ、私はただリップとファンデーション、ファンデーションと、うん、やっぱチークですかね。
あ、やっぱ メイクも必要ですよね。やっぱ3つじゃダメってことですかね。メイクだとこう眉毛でこう顔のイメージが8割ぐらい、80% ぐらい決まるって言われてるん で、じゃあやっぱ眉毛のと、うん、アイブロウと、アイブロウとコンシーラー、はい、ファンデーションまでいかないで、コンシーラーでまあ気になるところちょっと抑えたりして、やっぱ全体に色つけるためにはリップと、リップじゃないですか。いやでもアイシャドウかアイライナーかどっちかかな。あアイシャドウ、アイシャドウ目がでもしっかりしてないと、そうです、薄く、なんか目が薄いと全体が薄く見えますもんね。で薄い中にチークとリップだけ濃いとまたどうしたんだろうって感じになっちゃうからなんか微妙に、うん、難しい、中途半端になってるみたいな。僕はリップ、リップだ、はい、やっぱリップ、やっぱり大体あの印象で結構あの、まあ、有名人もそうなんですけど、あの、まあ、目力目力ってこう言われるんですけど、うん、実際こうサングラスかけてる人は有名人でも、はい、あなんかこの人あの人かなって分かるんですけど、うん、マスクしてる人って有名人でも分かりづらいのが多いです、サングラスしてない。でやっぱりこう印象結構強く出るのって口元に出やすいところあるから、僕はリップは外せない。そっか、やっぱり必要それぞれですね。私もやっぱリップですからね。やっぱなんかプルって感じの方がいいかなと思って。この間フィリピンの台風がありましたじゃないですか、はい、でそのイベント私も参加、まあ、参加っていうか見てただけなんですけど、チャリティーイベントに参加してくれましたね、はいはい、どういう体験でした？やっぱりフィリピン人のカメラマンたちと一緒に働いて、モデルさんもやっぱカナダの人とフィリピンとかもいるじゃないですか、うん、どういう体験でした？ジュンさん、フィリピンのこう人たちとこう一回でこう大勢に絡む機会っていうのが初めてだったんで、でもなんかこうね、温かく迎えてくれたのですごい嬉しかったです。とてもやりやすかったですね。久保さんは？そうですね、やっぱりなんかこう自分がずっとまあ自分をかっこよくとか、あのまあ周りの人たちをこう綺麗にとかってやってきて、まあ今までそんなにこう深く考えてなかったことが、なんか実際それを通じてこう例えばその被災に遭われた方とか、ちょっとこうやっぱり辛い思いとかをしてると思うんですけど、まあ、そういう時に自分たちの仕事がその人たちのこう元気をつけられるとか、そういう前を向いて歩いていく力になるためのきっかけにこうできる仕事でもあるんだなっていうのをすごく強く感じたので、やっぱりなんかまあ今回に限らずやっぱりまあ機会があればどんどんそういうこともやっていきたいですし、まあ、もっと必要な、そういう美容とかそういうのをもっとやっぱり、ね、女性はこう綺麗になったら元気出るじゃないですか。はい、そうですね。なのでやっぱりこうそれは世界中の女性に、共通する部分だと思うので、やっぱりそういうのを、どんどん自分の仕事をそういうところにもつなげていけたらなと思ってますね。本当に、まあ、一応フィリピン人としてすごいこの間のね、チャリティーイベントで来てもらって、やっぱり日本人じゃないですか、それでもやっぱりフィリピン人を助けようという気持ちはすごいね、うん、私から感謝します。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。じゃあまた、じゃあ将来のこと話しましょう。この5年間から10年後の自分は何をしてるんですか、それともどこにいるんでしょうか。そうですね、今結構日本美容ボランティア協会っていうところにも僕はちょっと所属とかしてて、はい、でまあ、世界中アジアとか、まあ、ヨーロッパとかアメリカも欧米もそうなんですけど、やっぱり日本の技術、美容の技術だったりとか、はい、そういうものをもっとこうこれからたくさんいろんな国に行って広めていきたいっていう活動とかもしてるので、はい、やっぱり5年後10年後はもういろんなところにやっぱりヘアメイクスクールだったりとか、そういう美容室とかそういうのを作って、こう世界中をこう回ってたいなと思ってますね、はい、すごい、まあできます。すごいね、2人とも化粧見ましたけど、もう
絶対成功すると思います。え、じゃあのテレビに、テレビを見てる皆さんの、はい、ね、皆さん見てるんですけど、そのメイクアップアーティスト、ヘアスタイリスト目指している方たちに一言お願いしてもいいですか？はい、ジョイさん。そうだね。一言何にしよう。諦めるなんて。そうですね。いや、でも、ね、その技術、多分、どうなんだ、フィリピンで、まあ、どのぐらいこう、ね、美容が普及しているかわかんないですけど、はい、まあ、今、インターネットとか使えば、すごいいろんな世界の情報が手に入ると思うので、まあ、あのさっき言った本物を見るじゃないですけど、はい、こうね、いいって言われてる、例えばメイクだったりヘアスタイルだったりをこうしっかり見て、こういっぱい考えてもらえるといいかなと思います。どうやってやったらこれできるんだろうとか、どうすればこうなるのかなっていうのをいっぱい考えて、こうイマジネーション膨らませてもらってもらえれば多分いいのかなって思います。久保さんも一言お願いします。はい、まあ、僕らの仕事に携わる人はこれからやっぱりいっぱい必要だと思うんで、まあ、楽しくすごく自分も楽しめると思うんで、今イメージ膨らまして勉強して、でみんなで一緒になんか仕事でできたらいいなと思います、うん、はい、じゃあもう最後に皆さんに、やっぱヘアスタイル、ヘアとかメイクしてもらいたい人たちにどこに連絡すればいいか教えてください。 Facebook、Twitter、どこでもいい。はい、Facebook とか電話、フリーランスなので、まあ、電話もらったりとか、あと Facebook だったりメールだったりで連絡いただければ、日程があればどこへでも行きますので、よろしくお願いします。え、じゃあ、じゅんさん。僕も個人でやってるので、携帯の電話とか。じゃあ、連絡先は、この、下に出ますんで。下に。下に出ますんで。じゃあ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、yes, so, じゃあ、本当に今日は来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。And that's all for now. We'll be back here on KNC Kabayan Athlete!この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。AirMart Travel, the smart way to travel. Kyoa Dai Remittance. E.M. Bacolod, Chicken in a Sal. Avon, the company for women. Charms and Crystals offers personalized feng shui, Hachi reading,On-site, off-site feng shui analysis for homes, apartments, offices, restaurants, and commercial businesses. We also have water star analysis for wealth, lucky colors, dates for house moving, opening a business, business meetings, and safe traveling. We also offer personalized and customized bracelets. You may visit us at Chibaken Funabashi-shi, Motonakayama,7-6-7 Nasu Building 405, or you may contact us at 047-323-6468 or 080-3249-6887 and log on our website at www.charmsandcrystalsjapan.jp. Magandang gabi mga kabayan, and this time we have one of our sponsors as our guest. We will talk about their company and what they could offer for us. We have, of course, the Philippine Affairs Marketing Manager for Kyodai Remittance here in Japan, none other than Miss Renilda Loredo Shirahara. Ayan, good evening po, Tita Renilda, but I'll rather call you Tita Ida. Yeah, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi din sa inyo lahat. Yes, and we are so happy here at KNC na naging party kayo ng aming pamilya. Thank you so much. Much honored. Yeah, so Tita, Tita Ida, before anything else, there are a lot of remittance company na nandito sa Japan, di ba? Mm-hmm. They have different names. Pero yung pangalan ng remittance company ninyo is Kyodai. That is a Japanese word
pertaining to kapatid or brothers or sisters, yeah. Diba? So, is there a certain background kung bakit ang pangalan ng company is Kyodai Remittance? Ang Kyodai kasi, they started giving their services to Peruvian community here mm-hmm. in Japan. And also Brazilian. Uh-huh. And mas gusto nila yung mga, ang type ng ano nila is service, yung family-oriented type. Mm. So, pinili nila yung parang kapatid, Kyodai. Kyodai. So, doon nag-galing? Yung word, yung pangalan ng company namin. Ah, I see. So, para mas maintindihan din ng mga Japanese na yung Kyodai, no? Para medyo parang close ang dating. I see. Kaya pala pangalan is Kyodai Remittance. Okay. So, how long has been Kyodai Remittance in service? Ang Kyodai, to 25 years na next year. Wow! So, we are on our 24 years ngayon. Mm-hmm. So, this is 25 years for not necessarily Filipinos, diba? So, you said it's for Peru before. Yes, Peruvian and Brazilian. Mm-hmm. Sa Philippine market, sa Filipino, nag-start kami last 2010. Mm-hmm. So, 3 years. Wow! Mm-hmm. But it's still, ang tagal na panahon na so, doon pa lang sa servisyo niya, it's very much trustworthy na siya. Yeah. Okay, that's very, very relieving naman, mm-hmm. di ba? Almost 99% mm-hmm. ng Peruvian member ng Kyodai, nagpapadala sa Kyodai. I see. So, Tita Ida, saan naman po ba ang mga branches ng Kyodai Remittance? Marami ho kaming pwede niyong puntahan ng mga branches namin. Mm-hmm. We have 3 in Guma, mm-hmm. Sa Isesaki, sa Oizumi, sa Ota. And we also, ang main branch namin is, main office namin is in Gotanda. Mm-hmm. And we also have in Shinokubo, Nagoya, mm-hmm. Fukuoka. In Kanagawa, you can find us in Minamirinkan, mm-hmm. Yamato. Mm-hmm. And meron ho kaming soon to open this December sa Shinokubo din. Ay, so magkakaroon ng dalawa sa Shinokubo. Yes. Ay, maraming Pilipino dyan. We have lots of friends there. Yes. Ayan. So, I have a very interesting question. Okay. So, normally, mahirap pa. Hindi naman. Normally kasi 'di ba, pag remittance company ka, tayo na nandito sa ibang bansa ang nagpapadala sa Pilipinas. Mm-hmm. Sa inyo daw I've heard na pwede rin pala na manggaling yung pera, kunwari sa Pilipinas man o sa ibang bansa, tapos kami naman ang mag-receive. Yes. Ah, really? That's possible. Receiving counter ang Kyodai ng MoneyGram. Wow! So, kung halimbawa, kahit saang bansa, mm-hmm. gusto niyong tumanggap pa dito sa Japan, pwede po ninyong ma-receive yun sa Kyodai. Oh. Ang gagawin niyo lang, you can go to our branches to receive the money, or mm-hmm. para dun po sa mga malalayo ang lugar mm-hmm. na hindi sila pwedeng pumunta sa mga branches namin, mm-hmm. Tumawag lang sila sa customer service namin para mabigyan namin sila ng mga instructions kung paano namin mapapadala. So your customer service talks also in Filipino and English? Yes. And Japanese? And Japanese. Wow, that's very convenient. So Tita, kailangan bang magpa-member sa Kyodai Remittance? Oo. Pwede, dapat muna silang magpa-membro bago mm-hmm. sila makapagpadala. May fee ba ito? Wala. Ay, libre! Wow! Hindi kami naging nanghihingi ng bayad. Wow, that's ano... Walang bayad yun. Maganda yan. Gusto ko yan. Diba? Mm-hmm. So, Tita, explain mo naman sa akin. Kasi, ayun po, nakikita niyo po yung napakagandang poster ni Tita. Kaso hindi niya raw po pangalan niya. Hindi ko pangalan niya. Si Tita, yun nakakatawa. Pangalan niya dito, Sora. Isa ka palang ano... From heaven. From heaven. Ayan. So, Tita, this is a Kyodai Remittance card. So, ano po ba ang purpose nito? Ayan, yung hawak po ito, ninyo. Ito. Mm-hmm. Ito po yung aming personalized Kyodai card. Mm-hmm. Kung tawagin namin to Kyodai Gold Card. Mm-hmm. You can use this in any Japan Post ATM. We have 26,000 ATM here in Japan. Mm-hmm. Deposit type po siya. Ah, then each beneficiary can will receive each card. Ah, I see. Na nakapangalan na po sa mga beneficiaryo ninyo. Mm-mm. So,
Saan nila ito pwede, ano, sa Ubin Post? Sa Ubin Post, dito. Sa postal, postal ATM. So, mm-mm. Japan Postal ATM here in Japan. So, bali, ang gagawin nila, padadala ni, gagamitin nila yung card, mag-deposit sila ron sa Ubin Kyokyo, tapos so, marireceive ninyo, and then ipaprocess. Ando na rin yung data na mga kailangan, then kayo na ang bahala mag-ano nun. Convenient din, di ba? So, kahit sabihin natin na hindi sila directly pumunta dun sa mga branches, sa offices, as long as they have that, at marami naman talagang ATM post dito sa Japan, makakapagpadala na sila sa Pilipinas or sa ibang bansa. Yeah, kasi naman yung beneficiary. May mga customer tayo, halimbawa, din sa Hiroshima. No? Kahit wala po kaming brand sa Hiroshima, as long as meron po kayo nito or meron kayo ng sarili ninyong account sa post office, pwede po kayo magpadala sa Hyundai. Wow, napakadali lang pala. Yes. Hindi masyadong mahirap at maano. Kasi normally, kasi diba, yung iba kasi marami pang binubusisi. Pero sa inyo? Sa amin, madali lang. Tsaka yung iba po, na huwag po kayong mahiyang magtanong sa amin kung halimbawang, lalo na yung mga first time dito sa Japan, at hindi ninyo alam kung paano po yung paggamit sa mga ATM. Nakahanda po kaming magturo. Kahit na habang kausap niyo po kami sa telepono, para kung paano nyo i-deposito ang pera ninyo sa amin. I see. So, tita, ganito naman po. Sa Philippine side naman tayo. Okay. Sa Pilipinas naman po, saan naman po naman pwedeng kunin yung mga pinadala namin, yung mga pera na pinadala namin sa kanila? Actually, pwede ninyo kasi, pwede kayong makareceive sa, kahit sa ano pong banko na gusto ninyong padalhan sa atin. And dun sa wala naman pong bank account, pwede niyong makuha in any branch of M. Luillier or Cebuana Luillier. Ay, naku, halos lahat yata ng kanto may ganun sa Pilipinas. Yes, meron. Hindi na po kayo mauproblema. Tayo maliligaw, sila hindi maliligaw. Sila hindi sila maliligaw doon. So, ang normal na tinatanong palagi ng mga Pilipino pagdating sa remittance is, how much do you charge? Okay. Mura lang ho ang charge ng Hyundai. So as you can see on our screen, ayan, it starts off with From Ichimang. Anuhin ko na ho in Japanese, so mas alam ko mas kabisado nila yung pera ng Hapon sa Japanese style. From up to Ichimang, 990 yen. Ichimang Ichien kara hanggang Sammang is 1300 yen. And then Samang Ichien kara hanggang Gomang is 1,500. And Gomang Ichien pataas hanggang Yakumang po is 2,000 yen. Ayan. So nakita nyo naman mga kabayan, napakamura naman po ng charges na kanilang ibinibigay po para naman sa mga gusto mag-remit at gusto maging miyembro ng Kyodai Remittance. Okay, Tita Ida, maiba naman po tayo. I've heard that you have a recent campaign. Actually, it's ongoing right now, diba? So, ang title ng campaign ninyo is New Year Welcomes 2014 Campaign Together Again. Yan, natatawa ka. Parang kanta lang nila Ate Gaya, Tirsa Crucito. Yeah. Napakaganda. So, ano naman po ba ang meron dito sa campaign ninyo? Can you give us some insights or details about this campaign of yours? Okay. Itong ating campaign is, nag-start na po siya actually noong November 15. So, lahat po nang nagpadala na from November 15 until January 15 ay makakasali na po dito sa aming raffle. Wow, so medyo mahaba-haba ng konti yung inyong ano, yung 2 months ito na starting date at end date ninyo para sa mga gustong sumali. So, ano naman po ang makukuha naman nila? Okay, we are giving away 3 round trip tickets. Wow! Yan ang pinaka bogeyous. Oh, para, actually. Kasi nga, para makasama nila yung kanilang mga mahal sa buhay dun sa kanilang bansa. Kaya pala together again yung pinili niya yung title. Now I see. Yeah. Okay. So you'll be giving away 3 round trip tickets. Ayan. So, this is through automated selection sa inyo, sa automated raffle siya. So, pero of course, you're not only giving 3 round trip tickets, you're also giving away Mini iPads and a digital camera.
And of course, yun sa inyong... Sa aming... Kyodai. Product po ng Kyodai Market. Ayan. Namimigay din po kami yan. Ayan, napakaganda naman pala. So, mga kabayan, habang may time po kayo, mag-register na at magpadala na sa Kyodai Remittance. Dahil starting until now, hanggang January 15, may oras pa kayo para magpadala. Akalain nyo kayo manalo ng round trip ticket pa uwi sa Pilipinas. Napaka, ano yun, napakagaan sa bulsa nun. Mm-hmm. Diba? Totoo ka dyan. So, Tita Ida, any last messages for our televiewers? Okay. Bago ko sabihin yon, gusto ko magpasalamat po sa inyo sa pag-iimbita nyo sa amin. Ay nako, marami rin pong salamat at naging parte kayo ng pamilya namin dito sa KNC. Napakalaking sa amin honor para maimbita ninyo dito. Thank you rin po. Para po doon sa mga gusto pong magpamiyembro, tumawag lang po kayo sa nakikita nyo sa inyong screen. At kami po ay... malugod na mag-asikaso po para sa mga tanong ninyo, sa mga ibang mga katanungan nyo pa na hindi ho namin nasabi dito. Ayan, alright, sige tita. So, sa mga gusto po mag-miembro, ayan, you have to bring? Para naman sa mga gusto mag-miembro, dali nyo lamang po ang inyong alien card or yung residence card ninyo. Para naman sa Japanese or Japanese national, dali nyo lang po yung inyong driver's license. Para po kayo makapag-membro. Yes, maraming salamat ulit, Tita Ida. My pleasure. Yes, and of course, you will be seeing more of Kyodai Remittance here at KNC. Kaya mga kababayan, magpa-membro na po kayo sa kanila. And I'm sure mai-enjoy nyo po yung kanilang services, lalong-lalo na yung ongoing campaign nila ngayon na Together Again. And anyway, so mga kababayan, magkita-kita po tayo ulit mamaya-maya sa pagbabalik lang po dito lang sa KNC. Kabayan! Ating to! This time, we have a very special guest na nanggaling po sa isang napakalaking bahay at nagtagal din po doon. Ito po ay ang bahay ni Kuya. She is one of the housemates of PBB Unlimited 2011. So, mga kabayan, help me welcome none other than Miss Erica Arlante. Erica! Hello! Welcome to KNC. Napaka-pretty naman. Thank you. Bakit unlimited? Hindi ka ba sa teens? Hindi. Mukha kang teen. Mukha ka pa rin teen, Erica. Ayan. Anyway, so, Erica, normal tong tanong sa inyo, di ba? So, of course, ang tagal nyo nag-stay sa bahay ni Kuya, sa, kay Big Brother. Ano naman ba ang nangyari nung lumabas ka? Is there any changes na nangyari sa life mo after joining the PBB? Well, at first, talagang nakakagulat nung yung unang labas ko kasi
I went to the mall, I went to Palengke, and then everybody knows you. And then there was two of the tendera na was telling, kumukha niya si Eric. Hindi nila alam na ikaw yun. Ginagawa mo dito. So, nagko-commute din ako sa Philippines. So, hindi ako yung wala akong kotse sa Pilipinas. So, yun. Ang nakikita nila ako sa bus, oh, kumukha ni Eric ato, ganyan-ganyan. So, parang naano ako. Nakagulat kasi. Nakaka-starstruck ba? Sa sarili mo. Hindi sa artist. So, ikaw yung na-starstruck sa sarili mo. Okay. Ayan. Anyway, so, thinking back, yung nasa PBB ka naman, so, syempre, kaming lahat, medyo curious, kamusta ba ang buhay sa loob ng bahay ni Kuya? Well, medyo mahirap siya. Because of the task? Oo. Pero yung una, syempre, wow, PBB, parang excited talaga kami dun. Pero yung task talaga was very stressful, and pero nagiging matapang ka at nakikilala po rin yung sarili ko. Kasi kahit tayo pala sa sarili natin, hindi natin kilala yung sarili natin. But once na pumunta ka dun, makikilala mo, oh, I backstab someone. Na parang, oh, makikita ng taong bahay, ganito pala ako. So, kailangan talaga, you have to focus na huwag ka talaga makialam sa sasabihin ng taong bahay. You have to be, normal lang. I see. Nakakatakot nga naman yung 24 hours, 7 times a week, nakatutok sa'yo ang camera. No? Lahat ng ginagawa mo, nakikita. Yeah, para kami nasa aquarium actually. Pero yung, naisip ko before kami pumasok, na sabi ko, are they acting? Kasi pag napapanood yung PBB, parang umaarte lang. Yung pala, pag nandun ka na talaga sa loob, everything is natural. Yeah, reality talaga siya. So, ganun talaga sila. That's very interesting. So, para sa'yo, what are your best qualities ba? And ano sa tingin mo ang nagbigay ng pagkakataon sa'yo para makasali ka sa competition ng PBB? Bakit ka napili? Kasi you were chosen here sa Japan, di ba? Mm-hmm. Ikaw yung parang naging representative ng Japan. So ano ba yung kakaibang qualities na merong ikaw lang masasabi mo, Erica has this only, kaya ikaw ang napili nila? Siguro kasi naging natural lang talaga ako. At first kasi hindi ko talaga balak na mag-join doon. Ano to, trip lang? It was my sister who wants to become an actress. Na gusto niya maging stepping stone yung PBB niya. PBB. So sabi niya, pinasama niya ako. Kasi bago pa lang siya sa Japan nung time na yun. So sinamahan ko siya sa audition. I'm with my daughter that time. Hindi talaga ako nakaayos kasi wala nga akong balak. Kasi pag talagang gusto kong sumali sa isang audition, mabongga talaga ako. So, nandun pa yung anak ko. Yung sister ko naman, sinabi niya sa akin, you have to get application form. Kasi ate, baka kung ikaw makuha, dalawa entry natin, pwede mo rin ako matulungan. Sabi niya ganun. So, ako naman to, kumuha rin si ate. Pero nung tinawag na yung mga numbers namin, I feel bad talaga kasi nakita ko yung sister ko, hindi nakuha yung number niya at nakuha yung number ko. So, doon ko na-remember na gusto niya magpatulong. So, parang kailangan ko, seryosohin ko na lang to para sa kanya kasi ayoko talaga siya magsaklan kasi I really love my sister talaga. So, yun, hanggang sa nakukuha ng number ko, sineryoso ko na lang talaga. To the point na sobrang personal na yung mga question and answer dun sa yung mga question ng director. Ng mga jurors mo. Oo, sobrang personal na till na yun, nagustuhan yung story ko. Magulong story ko sa buhay. Of course, everybody has their own unique stories naman. So, siguro na naantig mo ang mga puso nila. That's the right term na mapipili ko siguro, mga kabayan. And anyway, there is something unique also about you. I heard na nung bata ka raw, siguro naman, hindi mo bit-bit pa rin yun sa pagkatanda mo, no? Alam niyo pa mga kababae, nakakatawa si Erica dahil nung bata raw siya, ibang klase ang collection niya. Of course, normal girls like to collect dolls or they like dresses or anything, makeup, mga ganun ang gusto. Pero si Erica, ang gustong kinokolekta ay eraser. Yeah. In short, pambura. Tama ba ako? Yeah, pambura talaga siya. As in, rubber eraser. Yung pambura sa lapis. Bakit naman yun ang napili mong gawing parang, ano to, hobby? Well, actually, parang, I don't think na, ewan ko, basta baka baka nagkaroon ako ng sakit na, kasi nung bata ako, wala akong eraser. Oh. At
napakahilig ko mag-drawing. At sobrang, di ba, pagka mahilig ka mag-drawing, magkamali ka, you need eraser. Yung lola ko, hindi niya ako binibilang kasi palagi na lang daw ako nag-drawing. So, kailangan daw, wala daw akong eraser para hindi ko daw magamit yung ano ko, yung notebook ko, puro drawing kasi nagagalit siya pag uwi ko ng bahay, sobrang daming drawing. So hindi niya ako binibila ng eraser, so pinapangarap ko talaga, sana magkaroon man lang ako ng isang rectangle na eraser, no, katulad ng mga kaklase ko, kaya wala akong eraser nung time na yun. Kasi siguro doon nagsimula na nagkaroon ako ng addiction sa eraser. Sa eraser? Oo. Buti hindi mo kinakaya. Nakakagulat naman yung ibang klaseng addiction naman yan, Erica. So, mahilig ka mag-drawing. So, it means you like painting. Nagpipaint? Yes. Do you paint? Yes, nagpipainting ako. Then, mahilig ako sa modern abstract painting. Wow. Pero gumagawa din ako ng realism paintings. You do this as a hobby or as a living na rin? Before, as a living. But now, I don't really have so much time for that. But sometimes, sumasali ako sa art show, exhibit show, dito sa Tokyo Big Sight. It's Design Festa. It's the biggest malaki tayo na. So, marami mga Japanese, pero ako lang Filipino. Oh, nakaka-proud naman. Yeah. Well, anyway, so, knowing your unique ano pattern na mahilig ka mangolekta ng eraser and of course you like painting too. And you're also in showbiz. Alam mo naman yan. Hindi mawawala yan. Sabi nga nila, you may come and go but you're still part of the showbiz industry. Yes. Being part of PBB, kahit na nakalabas ka na, of course you will hear constructive, minsan negative comments about you. So, how do you handle these things ba? Meron ka na bang nag-approach sa'yo ng mga ganong klase, mga atake, na mga chismis, well, in so short? So much. Marami talaga. Ang dami nila. Mas dumami pa sila nung yun nga, sumali ako sa PBB. But the thing is that, I don't wanna focus to that people na it will bring you down. Kasi, you have to, kailangan i-separate mo yung sarili mo sa mga negatives. Ayoko na nga rin basahin. Nung una, na-shock ako. Sabi ko, hindi totoo mga sinasabi nila. Or meron din namang totoo. Pero, why do they have to tell that? Kaya talagang mahirap talaga. Sa showbiz nga talaga, mahirap talaga yun. Pero sabi ko, life is too short. Kaya, enjoy. Enjoy lang. Tapos, gusto ko talagang gawin kung ano talaga ako. Hindi sila matter. Hindi ko inaano. Hindi matter sila. At saka naman, Erica, sabi nga naman yun, sa showbiz, good or bad, gossip is still gossip and it will make you famous. Yeah. At saka, ikaw lang naman na nakakilala rin sa sarili mo, diba? So, nasa tao na lang yun kung maniniwala man sila or hindi. Ako, that is what I believe. Okay. And I find you perfectly wala rin sa mga pinagsasabi ni totally different in person. Napaka-lovely, tsaka napaka-bait din. So, did anyone ever discourage or tell you that you will never become an actress? Ikaw ba, sa sarili mo ba, naisip mo ba na magiging artista ako? Naisip ko. But the thing is that, the people around me, hindi naman nila ako din discourage about that. Actually, sila yung nagbubus pa ng moral mo. But the thing is, parang too, parang sobrang complicated na. It's because of my family, my kids. I really wanna focus to my kids right now and to my family. Kasi yung first son ko, wala sa akin. Wala sa akin, kinuha sa ng father niya yung dati naging boyfriend ko. So, dyan talaga nag-focus yung story ko din sa PBB kasi nga, yun nga, tinanong ako ni Big Brother, kung magkaroon daw ng kapangyarihan, isa sa eraser ko, ano daw ang gagawin ko? Sabi ko, gusto kong burahin yung napirma ko sa adoption paper because that time, depressed ako sa sa love life. You were still young. Yes. Yun, wala ako sa isip ko. At gusto kong burahin yung mga past ko. Kaya yun siguro, symbolize din ang eraser ko sa naging past ko. Yung mga erase. Eraser past.
Pero one thing's for sure, at least you've learned from your past. Yes, mm-hmm. Yes, and you were exactly. able to come out strong after Big Brother, diba? Yeah. Which is, I could see right now, it's a very strong woman, hindi na young lady. Yeah. Mm-hmm. So, being out for almost how many years na? 2 years. 2 years ka nang nasa labas, kay Big Brother. Ano ba ang gusto mong ma-accomplish sa buhay mo ngayon? What would you like to accomplish ba? Wala rin naman akong gustong i-accomplish sa pagiging success ko sa career. Mm-hmm. Ang gusto ko lang talaga, I really wanna focus to my family. I really wanna focus to my kids kung paano sila palakin. Kasi I've been experienced a lot of things to my life before. Na nung bata ako, no one really guide me. Kaya siguro yung mga decision ko sa life, naging maganda. Oo, yun, ganda ang naging decision ko. So, gusto ko mag-focus sa mga anak ko. Kung ano yung naging mali ko, kailangan ko talagang gawin yung tama. I see. So, kung ano man yung na-experience mo, ayaw mo ma-experience nila. You want to make a difference right now. Mm-hmm. Kumbaga, para sa kanila, bibigyan mo lahat. Napakabait na mom naman ito. Naku, bagay sa'yo, magkaroon ka ng movie. Ili, ano mo yung kay Sharon, kaya tapasan ko ang daigdig. Hindi, Erica. So anyway, do you have any upcoming projects or anything that you would like to promote sa ating mga kababayan ngayon? Or do you have something here in Japan? I heard you have a business right now. Yeah, yun na ang gusto kong paabot sa mga kababayan ko dito sa Japan na meron kaming what do you call this? Sari-sari store, Itiri, sa may located in Kaga, Shikahama, Adachiku. Mm-hmm. It's Happy Pinoy. So, tindahan ng Happy Pinoy. Wow! Pwede rin tindahan ng Happy Hapon at Pinoy. Happy Pinoy. Happy Pinoy yung pangalan talaga ng tindahan mo. Okay. So, this time naman, bago tayo magpaalam sa ating mga televiewers, do you have any message doon naman sa mga aspiring na pumasok din sa PBB? Alam ko marami niyan eh. Do you have any advice for them para naman makamit din nila yung goal nila kung yung talaga ang goal nilang gusto? Yeah. Mm-hmm. So, this time, nagsisimula na rin yung audition sa PBB5. So, kung sino man ang gusto, sumali. Welcome po ang lahat ng mga Filipino. At i-announce na rin sooner kung kailan yung audition dito sa Japan. So, keep on dreaming. Maabot din natin yung mga pangarap natin. Yes. Thank you. Katulad nga ng sinabi ni Miss Erica, kita niyo naman siya, keep on dreaming. Unti-unti niya na natutupad ang dream niya at mas naging better person pa siya. Yeah. Diba? So, Dia, gusto mo ba mag-hike sa mga friends mo sa PBB or family? Hello to my ex-housemates. At sa mga staff dyan, sa Happy Noy. Hello everyone! Sarapan pa natin yung luto natin, okay? Ayan, so pwede nyo puntahan sa Happy Noy at makita ng live in person si Miss Erica. Diyan po yan sa may Adachiku. Ayan, so Erica, maraming salamat. Pinaunlakan mo kami ito sa KNC. Sana hindi ka magsawa sa susunod, tatawagin ka namin. Oh, of course. And thank no worry, much. We will try to go there at your place. Okay, I'm sure okay. Gusto ko makatikim ang tabihwaday mo. Yeah, sengyen lang yun. Sengyen lang? Wow, ang mura. Bakit hindi, di ba? Again, thank you so much. This was Miss Erica of PBB Unlimited 2011. At magbabalik pa rin po tayo mamaya dito lang po sa nag-iisang KNC Kabayan Atin To! Kono banggumi wa goran no sponsor no teikyou de ookuri shimasu. Mel's Window Shop. Express your passion. Nene's Kitchen. Philippine restaurant and bar. Mel's Graphic Arts and Printing Services. Charms and Crystals. International Japan. Hello po mga kabayan at magandang gabi. Nandito po tayo ngayon sa KNC Patrol, kung saan binisita po namin ang isang famous na actress dito sa Japan. She's half Japanese and half Filipino. She was born in the Philippines but she was raised here in Japan. Let's all welcome Miss Sayaka Akimoto.
よろしくお願いします。こんばんは。もしたか。わあ、すごい。合ってるのかな、これ。合ってます、合ってます。ビサヤと私、一応私もビサヤなんですよ、セブ島。あ、そうなんですね、はい、そうだから混じってるから。はい、そうですよね。同じとこもありますもんね。そうそうそう。さやかさんは日本で、あ、フィリピンで生まれたんですよ、ね、フィリピンで生まれて、はい、あのマニラ、マニラ、そう、マニラで、はい、この間番組見ました。そうそうそう。マニラで生まれてすぐ日本に来て、はい。じゃ、タガロ語はどうなんですか。いや、ほんとちょっとです。ちょっと。だからそう、母はセブからまたフェリー乗って、はい、カモテス。はいはいはい、カモテスに。そう、カモテス。どうですか、カモテスは。すごい自然がいっぱいあって、うん、でも今はあの観光地、はいはい、そうですよね。今は海とかも綺麗ですね。そう、みんな綺麗で、こうセブだけじゃなくてカモテスにもいろんな観光客の人が来てるよって母が教えてくれたので、あ、嬉しいな。昔はもう本当に海と自然何にもなかったイメージがあったからそう、嬉しかったです。え、この間のフィリピンで行きましたよね。そう、フィリピンでこの間行ったんですけど、あのスーパー台風、そう、台風30号体験されて、日本に帰ってきて報道、テレビの報道を見て、どうでしたか。正直あのホテルに泊まってたので、はい、あんまりそのなんて言うんだろうな、すごい被害だってことに気づいてなかったのが正直なところで、日本に帰ってきてからすごく被害が大きいっていう報道で、あ、そうだったんだって。やっぱりまだまだ地域によっては台風にも慣れてない。 その時マニラにいたんですか、セブ島にいたんですか。セブにいました。あ、セブ島です。そうそう、あ、レイテの方ですよね、危なかったのは。そうですね、私もセブ島のやっぱ知り合いとかに聞いたら、あんまセブ島はそんなに、そう、風が強くて、まあ、雨も確かに降ってたんですけど、そこまで強くなかったので。でもレイテの方がかなりすごかったし、あとそういう自然災害にあまり対策ができてない、あの、そうなんですね。日本って全然違って建築構造が違うから、やっぱり被害もすごく大きくなっちゃったんだな、うん、って思いましたね。台風の被害に遭われた方たちに、うん、あのメッセージとかはありますか。そうですね、あの本当に一日でも早い復興を願っています。で、日本でも本当にフィリピンのこの台風のことに関してすごく心配している人がたくさんいて、まあ、私もそうなんですけど、まあ、募金だったりこうチャリティーイベント、はい、新宿であったりとか、あとはやっぱりあの寄付とかもすごく迅速に日本、まあ、日本だけじゃないとは思うんですけど動いてくれたので、それは本当にフィリピンが自分の第二のふるさとという点ではすごく嬉しかったな。でも早くね、みんな流されちゃったから。そうですよね、うん、でなかなか覚えてないから家とかも建てられないし、そうやっぱり家の作りが、ね、全然違いますね、全然違うから。これ以上あんまり、ね、被害が広がらないことをすごく願ってます。ありがとうございます、フィリピンっていうあれ本当に感謝してありがとうございます。番組でフィリピンに一人旅をされたみたいのですが、フィリピンのやっぱどんなとこ、どういう印象でしたか。あそこ行ったんですよね、教会、はい、教会だっけな、セブのスペインのサントニーニョ、はい、サントニーニョ、やっぱあの地震で潰れちゃったんですよね。見てないんですけど、まだ、あ、写真しか。だからそのこの前台風がある前に地震もあって、それをちゃんとでも見なきゃいけないと思って、でサントニーニョ教会に行ったらもうすごく木も倒れてて窓がまだ割れてたりとか。まだセブ島の教会は助かった方っていう、っていうおかしいですけどね。でも、うん、ちょっとしか削れてるって感じなんですよ。でもボホールとか他の教会とも全体がもうなくなりましたから。すごい地震で。そうです。そうだから私ボホールのターシャ、はい、すごい好きなんです。見たことないんですよ。え、行かなかったんですか。行けなかった。でサントニーニョも、はい、そこの前の台風があったから、はい、中に入れなくてダメって言われて、だ
からボホールとかはもっとすごかった。私もボホール行ってやっぱ大使ってこう手に乗ってくれる体験ができまして、そうなんだ、そうだから大丈夫かなと思って、うん、好きなバロット食べた、バロット食べた、食べました。どうでしたか？ちっちゃい時から食べてて、あれすっごい美味しくないですか、あれ。私もちっちゃい時食べてたんですけど、大人になってなんか見るとなんか、あ、確かになんかここ羽とかありますよね。でもあれを日本で視聴者の方がテレビ見てくださった方が、はい、やっぱりえこれ食べるの、かわいそうってやっぱりなるみたいで、私もフィリピンに友達連れて行くと、うん、やっぱバルットっていう体験をさせたいんですよ、うん、やっぱみんな見る瞬間に、うん、無理これ食べんのでもすっごい美味しい、やっぱり生まれる直前だから栄養はすごいんだ、はい、そうですよね。スープ最初スープしょっつけてスープ飲むじゃないですか、すごい美味しいですね。すごい美味しい、だから毎日でも食べれるかわいそうだけど美味しくいただいて。他にフィリピン料理とか好きな料理とかありますか？はリチフラン、レチフラン、レチフラン、はい、フィリピンのデザートの、そう、私がすごく好きで、サリサリ、サリサリって言わないのかな、サリサリ、サリサリ、お店、フィリピンのお店なんか近く、サリサリストア、サリサリストア、そうとか行くと、お母さんがレチフラン買ってきてくれたり。お母さん作らないんですか、家で。家で作らない、なんか上手な、なんかフィリピンの人って自分で作って仕事してる人に売るじゃん。そうです、私もこの間食べたって自分で作れないので、はい、1000円で買ったんですよ。え、高い、高いでしょ、高い。私の母親500円とかって言います。そうですか、うん、この丸いやつ、この細長いこういう、そうそう、ね、なんかこう500円で、500円、千葉は500円だった。東京が高いんですけどね。東京1000円でも、あんまりあれ食べれないから、すっごい甘くて、コンデンスミルクって、ね、はい、そうです、すっごいいっぱい入れますよね。すっごい入れる、だからでも美味しいんですよね。そう、なんか会った時とか、すごい自分の中で頑張った時にお母さんにちょっと買ってきてって言う、うん、お母さんはどういう方なんですか？どういう方、はい、でもフィリピンの、まあ、フィリピンのみんなそうなのかなと思うけど、すごく明るい。あ、やっぱフィリピン人って明るいイメージ、ね、明るいで踊るの好きでしょ歌うのも好き、歌うのも好きでしょえ、カラオケとか行けますか、お母さんと？ お母さんとは行かないですけど、ずっとカラオケ行きたい、カラオケ行きたいって。じゃあ一緒に行かないんですか？行かない、なんか行くタイミングがたまたまないっていうのもあるんですけど、でも行きたいってすごい言ってるし、あとはなんかやっぱりその近くにいるコミュニティのフィリピンの人で集まるイメージがある、はい、いつも誰かいる、一緒に、あ、一緒に、私の家来る時も誰かフィリピンの人連れてくるし、ミュージカルとか舞台とかもすごい2人3人とかじゃなくて5、6人ですごい来るから、やっぱフィリピンが寂しくなるから、やっぱフィリピン人集まり会を、そうなのかな、私もそうなのかなと思いますけどね、うん、そう、え、フィリピン、フィリピンの地を流れてるっていう感じる時ってありますか、自分で。流れてるって感じる時、やっぱ、あ、こういうとこはフィリピン人なのかなとか思う時ありますか？どうだろう、フィリピン人なのかなと思う時、やっぱ自分が明るいとこがフィリピン人かなって感じとかありますか？あ、でもここお母さん似てるなとか。お母さんに似てるのは、でもフィリピンの人ってすごい強いと思うんですよ、うん、すごい強いし、なんて言うんだろうな、ここフィリピンだなでも楽しいことが好きですね、みんなと、あと家族を大事に、あ、それがフィリピンの好きなところです。そう、みんな本当一つになって家族で助け合ったりするから、 そこはすごくフィリピンのつながり、はい、絆っていうのは、絆が強い、そう、それはすごく感じる、家族とか親を大事にしたりするところは感じる、日本人のハーフっていうことで、嫌な思いとかありましたか、それともまたは良かったなと思ったことありますか？最
初はなんだろうな、あのフィリピンのハーフってすごいいっぱいいるじゃないですか。はい、いますね。でも正直そのなんかアメリカ人のハーフとか、はい、イギリスのハーフっていうのとちょっとイメージが違うと思うんですよ。フィリピンのハーフってどういう、なんだろうな、やっぱり私のお母さんも夜のお仕事をしてたりとか、はい、やっぱ出稼ぎに来てるイメージがあるから、フィリピンってやっぱりいろんな海外行って働いて、で自分 の, あの家族にちょっと操作仕送りして支えるって、うん、でもそれは生活する自分たちが生活するにのためにはしょうがないことだとは思う、まあ、でもなんでなん、なんでなんだろうなとかなりますよね。そこまで、そう、そこ悪くない、悪くないんですけど、うん、なんでも日本人の考え方だったらないじゃないですか、そういう仕送り。ああ、ありましたありました、ある人はあるけどあんまりないかもしれないですね。あとすごい、まあ、家族思いは家族思いだなと思います、ね。まあ、国のあれもまだね、まだまだこれから発展していく国だから、そうですね、そういう点でも他の国で稼いだ方がやっぱりいいっていうのはあると思うけど、はい、そこでなんか文化のあれだったりっていうところで、やっぱりなんかフィリピン人がハーフだとか言われるのは小さい頃は正直ありましたけど、今はその2つの文化を持ってるっていうのはすごく自分の中で誇りで、そうですよね、うん、ありがたいですよね。だって、いろんな地位が混ざって、そう、そう、綺麗なさやかさんみたいな人が、ね、いますけど、でもなんかあのフィリピンってそのスペインの植民地だった分、はい、スパニッシュ系も多いじゃないですか。そうだからすごく周りからは綺麗な人多いよねって言われるし、まあ、さやかさんもすごい綺麗です、全然すごい。でもそれ私がこういうふうに言うことによって、フィリピン人のハーフってたくさんいるから、もっともっとなんか 言っていいのにって、どうして AKB にアイドルとして、うん、あの、入ったんですか。最初に一番最初に見たコンサートがマイケル・ジャクソンのコンサートで、で、わあ、ステージ踊ったり歌ったりするってすごく楽しそうというか、すごく感動して、はい、わあ、こういう風に歌って踊ったり、まあ、歌うのもすごく母親もすごく好きだったので、うん、歌も好きだったんですけど、で、あ、歌ったり踊ったりできていろんな勉強できるって、あの渋谷歩いてたら声かけられたのが、スカウトされたんです。なんかチラシを渡されて、はい、応募してみてくださいみたいな、よかったらって言われたので、それで応募して、だからすごくアイドルに憧れてたわけじゃなくて、はい、どっちかっていうとスパイスガールズとかブリトリーとか、あ、ブリティスピアーズとか、そう、アギレラ、クリスティナ・アギレラとかが好きだったから、大人とかです。そう、でもそれも多分自分が日本だけだったらあんまり思わなかったと思う。そう、お母さんやっぱり英語の歌とかタガログの歌とか歌って、ちっちゃい頃からマライア・キャリーとかマイケル・ジャクソンとか、そうですか。フィリピンもやっぱアメリカのあれが好きですからね、シンガーとか、あとやっぱり英語、はい、もう小さい頃からフィリピン勉強したり、今あるでしょ、今結構多いですよね、フィリピンに留学しに行ってる人、多いですね、今。そうそうそう、韓国人と日本人、日本人がすごい多い、安く留学できて、英語もちゃんと、ちゃんとした英語を喋れる。そうですよね。そうそうそう、なんかあの発音がもう綺麗って、綺麗っていう。そうそうそう。それもまたフィリピン誇りですよね。そう思う、だから思いますね。いろんな人が来て、で結構聞くと、フィリピンが帰るあの成田空港とかで着くと、はい、僕フィリピン行ってましたって話しかけてくれる男の子とかいて、え、何しに行ってたのって言うと、あの英語勉強しにっていう人が多かったりとかしたから。やっぱ文化も安い。物価安いですね、日本に比べたら。そうだって、どのぐらいだ、1ヶ月ずっとご飯とか食べて10万円ぐらいで多分全然いられる、全然いられる。そう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 。え、さやかさんは、あの今忙しいと思うんですが、ね、どうやってあの息抜きをしてるんですか。やっぱ時間あれば何をしてるんですか。あ、でも息抜きってあれですけど、実家に帰って母に、実家ってフィリピン、あ、千葉に帰って母にあのシニガン、シニガン作ってもらったり、スペアリブ、シニガン好きなんですよ、好きなの。あとスペアリブ
と、はい、あとあれなんだろう、あのね、春雨みたいなやつ、パンシパラボ、なんだろう、なんだろうな、でもね、いっぱい作ってくれるようになった母が。あとあれ、アドボ、アドボも作ってくれるし、さやかさんはフィリピン料理とか自分で作る？自分では作れない。でもやっぱお母さんが作って食べたいな時って、ね、いない時に自分で作ろうとか思いません？え、絶対つく、でも作れない、うん、作れない。まあ、いっぱいスパイスとか入れてますからね、混ざってみて。そう、フィリピンのなんかあるでしょ、シニガンスープとか、シニガンのなんか粉とかあるでしょ、買ってこいとかすごい言われる。フィリピン行った時にそれ買ってきてって言われて、やっぱり日本じゃ。そうなんです、私もやっぱフィリピンから当初パックでシニガンとか、そう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 、キューブとかやっぱ持ってきましたね、日本。やっぱ全然違うって言われるから。そう、あとなんだっけ、あれが食べれないの、蜂の巣、あのね、豚のさ、はい、何でしたっけ、ピーナッツ、ピーナッツを入れて、カレカレー、カレカレか、カレカレー、ピーナッツバターみたいなの入れるスープ、あれ食べれない、あれダメ。私もなんかその味がわからない、味がわからない、あれなんか合わないご飯みたいな。なんか甘いやつだよね。そうですよね、なんかピーナッツの味もして、そう、ピーナッツの味するのに、あの蜂の巣の内臓入ってるのが、うん、なんかなんかわからない。そう、弟はすごく好きだったんですけど。あ、弟もいます。あ、2人兄弟です。2人兄弟。そうです。弟は今何歳ですか？24ですね、24歳で。フィリピン、あ、日本に生まれました。そう、そう、弟は日本で生まれ、あとティラピアも食べてたかな。あ、ティラピア、魚美味しいですよね。魚美味しい、食べてた。で、さやかさんで5年後、10年後に向けて何を目指していこうと思ってますか？女優を、あの、中心に、まあ、お芝居中心にやっていきたいなと思うんですけど、でも一つに絞らずにバラエティだったり、はい、まあ、日本だけじゃなくてフィリピンもそうですけど、アジアだったり海外、まあ、チャンスがあったらいろんなこと挑戦したいなと思うし、5年あったら、あの、フィリピン の、 あの観光大使みたいなやりたいです。いろんな人にフィリピンこういうとこですよって。いっぱい日本人がフィリピンに行きますね、さやかさんが宣伝してくれたら。だからいろんないいところあるし、でもまだまだスモーキーマウンテンだったりいっぱい あるところもあるけど、はい、いろんなことね、あんまりフィリピンってアジアの中でもなんて言うんだろうな、すごいタイとかバンコクとかいっぱいあるけど、はい、フィリピンってやっぱりなんかちょっと遊びに行くだけで来る、やっぱそうですね、やっぱあの年取ってやっぱ住みたいってやっぱ聞くと、やっぱタイとかに、そう、ちょっとちょっと弱かったりするから、うん、こういういいとこありますよ、ゆっくりするとこありますよ、こうやってセカンドライフを送れますよっていうのをもっと知ってほしいな。だからテレビでも、そう、この前見たのがチョコレートマウンテン、はい、チョコレートヒルズ、あ、チョコレートヒルズっていうのか、はい、ボホールか。でもそれもなんか地震でちょっとね、そうなんですよ、観光あれだったのに。そうそうそう、だから早くね、だから復活してほしい、復活していろんな人に来てほしい。そうですね。さやかさんの宣伝したいイベントとか映画とかあれば、ぜひ。ああ、はい。来年の2月8日から国民の映画という舞台に出ます。そして2014年公開の映画が何本かあるので、ぜひ皆さんに見てください。私はあの、いつも、こう、ね、なんていうのかな、ずっとこうフィリピンのハーフとして、はい、誇りを持つというか、その芸能界であまり言ってる人がいないので。そうですよね、いっぱいいますもん、あの、やっぱ多分いるとは思う、見てて分かる人いるじゃん、だって、ね、絶対。でもさやかさん、私初めて知ったのがマラソンだったんですよ。あ、はいはいはい。で出てて、で、あの、フィニッシュした時に、はい、ステージになんかインタビューされた時に、あ、はいはいはい、お母さんも一緒に上がった時が、あの時初めてフィリピン人って分かりました、知ったんですよ。で、うん、あ、なんかすごい嬉しいなとは、やっぱそうそう、だからすごいありがたいですね、気持ち的に。やっぱフィリピン人っていう血を流れてることをやっぱ言ってくれるだけで、うんうん、自分のルーツだから全然恥ずかしくないし、たくさんの人に知ってもらいたいし、フィリピンのハーフだから、なんだろう、日本だけじゃなくてフィリピンの人も見てるって思うんですね、はい、でそれで頑張れるところもあるので、ぜひこう皆さんに
か応援していただけたらいいな。大丈夫です。フィリピン人たちもやっぱフィリピンの血が入ってるとすぐ応援しますから。そうだからすごい Facebook でも応援してくれてたり、あのロケ、はい、あのフィリピンのカモテスで本フォトブックシューティングしたんですけど、はい、そこにもファンの人フィリピン来て、あの、はい、フィリピンの人が来てくれたりとか、はい、あとお土産でいつもあの AKB のメンバーにあのあれポルボロンはいポルボロン大好きでみんなにお土産であげる。どうですかポルボロン。あもう大好きなんですよ。大好き。でもあれ太りそうなんですよね。なんか確かにそうですよ。ピーナッツとかいっぱいいろんな味ありますもんね。大好きで、でもみんなに配ってもポルボロンすっごい美味しいから食べたいってつい最近も言われたから、うん、やっぱ1個食べてもなんか止まらなくなるんですよ。でもやっぱお母さんがフィリピン帰って欲しいから持ってきてって言うとやっぱ全部食べると1ヶ月すごい体重が。ポルボロンとフィリピン帰るとジュリビー行きたくなる。あジュリビー大好き。美味しいです。なんかまた違うんですよね。マックとかね、また違う。ちょっと違う。なんか甘いスパゲッティが食べたくなる。フィリピンに帰ると。やっぱフィリピンだったら甘いスパゲッティっていうイメージですね。そう。じゃあ本日は本当にあの お忙しい時間をいただいて本当にありがとうございました。ああ先生ありがとうございました。またぜひなんかフィリピンの話をこうやってできるのすごい楽しい。ねまたゆっくり話したいですね、はい。ありがとうございます。あのこれからもあの活躍を、はい、あの見てますので。はい。あの応援してますので、はい、頑張ってください。サラマッポ。So ayon po si Sayaka Akimoto ang napakagandang actress dito sa Japan. So we'll be back here on KNC Kabayan Atito. Fun. Episode, sana po ay nabigyan namin kayo ng entertainment and education. And before anything else, we would like to announce and give our thanks to all of the Filipino communities here in Japan na tumulong po sa mga biktima ng itong nakaraang Typhoon Yolanda. Ayan, maraming salamat po sa inyong mga tulong. And of course, pati rin doon sa mga ibang bansa na tumulong na rin sa atin. Yeah.
Salamat, salamat, maraming salamat sa inyong lahat sa mga tulong para sa Pilipinas. Yes, maraming maraming salamat po. Galing po ito sa puso po ng KNC family. And of course, ibig din po namin magpasalamat sa aming mga sponsors. And starting off with Mel's Graphic Arts and Printing Services, Mel's Window Shop, Avon Japan, Kyodai Remit, E.M. Bacolod, Airmar Travel, Charms and Crystals, Department of Tourism, Nene's Kitchen, and of course, JC Studios. Yes, dyan po. Maraming maraming salamat. And of course, you can catch me on my weekly schedule as always. Every Monday, you can catch me at Ihawan Shinjuku. Every Tuesdays and Saturdays, you can catch me at Club Refuge in Kawaguchi. Every Wednesday, you can catch me in Bayani's Kitchen, Kannai. And every Friday, dyan po sa aking pinakabagong pamilya rin na nasa Shinjuku, ang Club Revolution. And of course, I will be having a concert together, of course, with Mr. Asa. That will be on December 15. Sa Matsudo po ito gagawin, ang Asa for All Seasons. So hope to see you there, mga taga Matsudo at mga close friends. I will be guesting for Asa on his very first major concert. Na birthday ko din. Happy birthday. Thank you so much. Ayan. Punta kami. Oo naman. Tsaka ako na-announce ko saan ako nag-birthday. Naka-footage na lang yun. Oh. Ikaw? Yan. Ako gusto kong magpasalamat sa mga friends ko sa Ibaraki na laging nanonood ng KNC. Sila Ramil, John, thank you. And of course, sa my Cebu family, Robilius family. Thank you sa pagpanood ng KNC. And happy birthday to my nephew, Aren. Happy birthday, Otanjabi Amirito. Happy birthday, Otanjabi. And of course, I would like to also say hi to my families, of course, the Evangelista and the Luterio clan. Maraming maraming salamat for always watching us here at KNC. And once again, stand by for us for our next episode na kung saan may bibigyan pa rin namin kayo ng kakaibang kasiyahan na ibibigay lang sa inyo ng KNC. Kabayan, ating to! Magandang magandang gabi mga kabayan and welcome again here at KNC. Nako, maagang pamaskong handog namin sa inyo. Sasabihin ko sana ganon. Of course. You need your homework. Ayan, oh, ayan. So, mga kabayan, so sa mga hindi pa po nakarehistro sa Kyodai Remittance, this is your chance para nakusayang po yung round trip ticket pa uwi po sa atin. And not only that, and welcome back mga kababayan, and this we have a very 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 special guest. Ang dami ko sinabi sa O-A-O. Baka masyado na sinamaanan. Okay, very. Professions as a hair and makeup artist. Let's all welcome. Di yan pwede. Lumila eh. Ibig po namin ulit pasalamatan ng aming mga sponsors. Mel's Graphics and Mel's Graphic Art. Nilalamig ka? Ako mainit ako eh. Ikaw sanay ka, hindi ako sanay. Punta ko sa camera, laki kasi.